ヒマンチュラチャオプラヤは、トビエイモク、アカエイカに属する世界最大の淡水エイ、別名プラークラベーン。標準和名が存在しておらず、日本では、ユーロジムネスパリレピス以前に学名として使われた、ヒマンチュラチャオプラヤヒマンツラケイフライヤーで呼ばれることが多い。低成魚類であり、東南アジアやオセアニア、ボルネオ東部、ニューギニアの大きな河川や、寄水域に生息し、 メコン川からチャオプライア川、バンパコン川流域に多く分布している。ユーロジムネスパリレピスの台湾台湾は丸く粉先が尖っており、突き出た形状をしている。目が小さくやや薄い胸びれをしており背面は灰色がかった茶色であり、腹側は白く茶色く、縁取られている。メコンオナマズやヨーロッパオナマズ、ピラルクーと並び世界最大の淡水魚のうちの一つと数えられている。 英名の直訳である巨大な炭水鋭の通り大型化し、胎盤幅は1.9メートル体重400キログラムに達し、毒針の長さは30センチメートルを超す。確認された最大の個体は、胎盤幅は2.4メートル、体重600キログラムにもなる。尾が長く最長で2メートルを超した盤と尾を含めた、最大全長は4メートルを超す。2008年3月には、 チャチェンサオという町の近郊で、王を含めた全長が4.3メートルのものも発見されている。標本にされた、個体貝類、甲殻類、軟体動物などの無脊椎動物を主な食料にし、ロレンチーニ瓶で獲物を感知し捕食する。繁殖は卵体制であり、妊娠期間が長い。子宮内では、胎児が他の卵黄を食し子宮魅力で栄養を与えられる。 生まれた個体の大きさは30センチメートル前後である。寿命は不明だが40年以上生きると予想される。本種は、ポルカドット、スティングレイや、ポタモトリゴンモトロなど多くの淡水エイが分類される、アマゾン淡水エイ属ポタモトリゴンではなく、イバラエイ属に分類されている。また本種ユーロジムネスパリレピスやユーロジムネス、レイディーインシスなどの淡水エイ。 マングローブ林に生息するユーロジムネス、グラニオレイトスなどのエイはかつて乙女遺族ヒマンツラに分類されていた。人と並んだ写真ヒマンチュラチャオプラヤは川の浅瀬にも分布するため現地では毒針が恐れられている。肉や軟骨が食用にされることが多く、皮が靴などに利用されることもある。大型化するがペットとしての需要もあり、本種を対象とした乱獲。 および、根核などにより、生息数が大幅に減少している。また、排水排出の環境汚染により、生息域も減少している。2016年には、タイのメコン川に、とある企業が産業排水を川に排出し、ヒマンチュラチャオプラヤを含む多くの魚類が大量死した。この件を受け2019年に、タイ当局が、排水排出企業に、損害賠償を請求している。 現在、国際自然保護連合 IUCN レッドリストでは、安と評価しており、個体数は減少傾向にあるとしている。日本では、板橋区立熱帯環境植物館での飼育が知られている。過去には、海遊館、アクアパーク、品川などで飼育されていた。子宮球魅力は、ホホジロザメや、イトマケエなど他の軟骨魚類にも見られる。ありがとうございます。